第2試合フィールドオイズカミング6人格マッチ20分一本勝負を行います。私たちが困った時に助けにやってきてくれるのがヒーローです。第2試合はヒーローイズカミング、ヒーローがやってきたと銘打たれました。一体この試合にどんなヒーローがやってくるのか、誰がヒーローなのか。まずは赤コーナー、シュガケンタロウがやってまいりました。パンチにサングラス、おなじみの姿であります。そしてその右手にはそう、デストロイヤーのマスク。第1回オールトギャザーデストロイヤー杯争奪バトルロイヤルの優勝者でもあります。そして一気にこの宮城県仙台サンプラザホールが沸き上がりました。どんなことがあってもリングに戻るという夢を諦めずに願い続けた2人、絆という言葉がよく似合う2人、そう天山と小島、天小路が今仙台サンプラザホールに姿を現した。一気にその沸点が高まりました。この会場、オールトギャザーに小島さとし、新日本プロレス天山広義、同じく新日本天山広義、天小路が姿を現しました。 IWGP タッグ王者の君臨であります。対する青コーナー、我々の手元には情報が入っていない3人組の入場であります。1人だけ正体が分かっているのはキャプテンニュージャパン。そのキャプテンニュージャパンのパートナーはおそらく全日本からキャプテンオールジャパン、まず姿を現したキャプテンニュージャパン、フロム新日本。そしてその奥には何やら青いレスラー、あ、緑のレスラーノアと書いてある。そして明らかにおかしいぞ、キャプテンノア、キャプテン三人衆、まずは緑のキャプテンノア、キャプテンオールジャパン、全日本からキャプテンオールジャパン、キャプテンニュージャパン、新日本からはキャプテンニュージャパンであります。キャプテンオールジャパンとキャプテンノア、全く情報がないレスラーではありますが、明らかにキャプテンオールジャパンはあのレスラーではないのか。全く正体を確認することはできません。果たしてこの3人がヒーローとなるのか、それはプロレスファンだけが知ることになりそうであります。天小路の2人は完全に無視、滋賀健太郎はその剣や盾を下ろせと、そういう風に PR をしました。正体が分かりません。青コーナーの3人、キャプテン3人衆、なぜか場内からはキャプテンコールだ。青コーナーはキャプテンニュージャパン、赤、あ、そしてキャプテンニュージャパン、キャプテンノア下げました。キャプテンオールジャパン、青のレスラーであります。赤コーナー先発は小島、場内からは小島コール、今ゴングを聞きました。第2試合20分の一本勝負、6人タッグマッチ、ヒーローイズカミングと銘打たれた。あ、そして今キャプテンオールジャパン、後ろには武藤という背番号を見て取れますが、明らかに武藤ではない。バックを取っていこうというキャプテンオールジャパン、打っていく小島がその体を全て預けますが、全く動きません。キャプテンオールジャパン、目測ではありますが、おそらく体重は200キロを超えているであろうというキャプテンオールジャパンです。小島も108キロを超えているヘビーのレスラーですが、全く動きません。そしてことあるごとにマスクを直しているあたりから、キャプテンオールジャパンはおそらく普段はマスクマンではないレスラーだ。あー、そしてエルボードロップ、今天山が入ってきました。天小路がこのオールトゥゲザー初参戦であります。
小島は前回のオールトゥゲザーの時には今合体技が出ました。右目の眼窩底骨折、欠場していました。初めてのオールトゥゲザー、天小路の2人が青のリングコスチュームキャプテンオールジャパンを捕まえていく。モンゴリアンチョップ、さらにはエルボー、天小路の連携があります。現在の IWGP タッグ王者の天小路、2人がかりでも動かない。ダブルでのラリアット倒していきました。いや、あるいはこのキャプテンオールジャパン、2010年あたりに小島を倒した三冠王者になったあのレスラーかもしれません。そして今緑色のコスチュームを着たキャプテンノアが出てきました。青コーナー、赤コーナーは志賀健太郎です。現在はノアを中心にフリーとして活躍しています。あ、やはりこのパンチパーマの扱い方、志賀健太郎をよく知っているレスラーではないでしょうか。そしてこのキャプテンノア、耳のあたりに羽のようなものがついています。あり続けていく。リースラムで動きを止めて、おっとこの加速、さらにはギロチンを見せた。これはもしやノアのあのアフロのレスラーに近い動き。ここでお客さんこっちと言ってその方向に顔を向ける。あ、向けました。これはあのノアのモハメドヨネに非常に似たムーブメントを見せているキャプテンノア。目測ではありますが、おそらく体重は110キロ前後ではないでしょうか。緑のレスラーキャプテンノアです。日本のプロレス界に。お、そして今倒立を見せた志賀健太郎、抜けていきました。パンチを気にした。この志賀健太郎、宮城県仙台第一高校卒業であります。前回のオールトゥギャザーではデストロイヤー杯争奪スペシャルバトルロイヤル26人が参加しましたが、その優勝者でもあります志賀健太郎。志賀とキャプテンノア、足をかけて足の付け根のあたりを蹴り上げていった志賀健太郎です。大丈夫かキャプテン、大丈夫かキャプテンと声をかけたのは同じくキャプテンのオールジャパンです。この仙台にゆかりがあるという志賀健太郎。さあ、そのキャプテンノアを場外に落としていきました。もう一体どんな攻撃を見せるか。鉄柵攻撃、逆に投げられていったのは志賀健太郎であります。あ、そしてキャプテンノアもマスクを少し気にする様子を見せました。胸にはノアというふうに大きな文字が書いてあります。さあ、カバーに行くか。カウント一つで返していったのは志賀健太郎です。さあ、キャプテンノアから今キャプテン、おっとニュージャパンはまだ一度もタッチを受けていません。今一度キャプテンノアから青のコスチューム、キャプテンオールジャパン、背番号には武藤610と書いてあります。ボディスラムからゆっくりと距離を取って200キロ以上ある体を乗っけていった。ローラー攻撃だ。幅肉、肉体そのものが狂気。なんとか返していきました。立ちたまえという声をかけました。さあ、そしてキャプテンニュージャパンから、キャプテンオールジャパンからニュージャパンにタッチが交わされました。赤のコスチューム、このキャプテンニュージャパン、その正体は秀夫斎藤、それだけは確かであります。これはよく見ていた志賀健太郎。試合時間も5分を経過しました。20分の一本勝負です。去年の12月9日に突如現れた赤のキャプテンニュージャパン。おっと、今ニュージャパンに喝を入れたのは緑色のキャプテンノアであります。全日本、新日本、ノア、そして今日は道のくプロレス、さらにはダイヤモンドリング、団体が垣根を越えて夢のマッチメイクが組まれています。今日の大会です。復興支援チャリティープロレスオールトゥギャザー2度目を迎えました。おー、奥に元気と勇気を与えるためにプロレスがやってきた、夢のプロレスがやってきました。さあ、そして小島がタッチを受けると、この仙台サンプラザホール一気に温度が上がる。逆水平、このコスチュームで分かりませんが、おそらくキャプテンノアのその胸板は
真っ赤に腫れ上がっているか。小島がこの仙台のリングを楽しんでいる。エルボーを放っていく。今天井にも響き渡るいっちゃうぞコール。さあ小島が落としていく。カバーに行った。去年の9月に古巣新日本に復帰しました。小島コールに後押しされ肉体を誇らしげに誇示しました。平均のドロップキック、キャプテンと呼び込んだ。オールジャパンが入ってきた。天山を分断しました。さらには志賀もこのキャプテン3人集で小島を捉えていこうというところか。青コーナー、まずはキャプテンノア。そしてあーとキャプテンオールジャパン推定200キロヒップアタック強烈。ヒーローイズカミング、果たして誰がヒーローなのか、ここまでは全く分かりません。断崖式、今コーナーからギロチンを落としていったキャプテンノア、おそらくモハメド・ヨネ。あと構図を確かめた。ターゲットを見てゆっくりではあるがシャイニングウィザード、完璧な形で決まりましたが、カウント2つ、左肩を上げました小島聡であります。今年の1月4日天小島は10年ぶりに IWGP タッグ。あーと誤爆、これをよく狙っていった。小島勝った。さあ小島から復活した天小島、そのパートナー天山にタッチが交わされた。ラリアット交わしていく。キャプテンニュージャパンエクスプロイダー、志賀を分断して、さあここでキャプテンオールジャパンとキャプテンノアを呼び込んだ。3人の連携技はここまで出ていない、全く合っていません。全く息が合っていない。もう一度一つにもなれていません。この3人オールトゥギャザー、一つになろう、そのテーマを全く体現できていない青コーナーの3人だ。ペンザ、あった地獄好き、前に落としていく。もう一度だ、貴様。さあもう一度ワンチャンス、何度でも挑戦する。何度倒されても立ち上がる。さあ今度は息があった。客席をも巻き込んでいく。出るのか、合体技か、推定300キロ。足りないのを持ってこい、足りないのを持ってこい。主役になりたいキャプテンニュージャパン。300キロのボディープレスを受けました天山。さあ天山が立ち上がる。立ち上がったところカリビアンデスグリップ、志賀が入ってきた。おっと後ろから蹴り上げていく。ここで小島も戻ってきた。さあ天小島の連携技が見られそうだ。捉えていく、天小島勝った。おそして志賀が天小島と合体か。そしてアナコンダバイスに移行した。アナコンダバイス一気に締め上げました。ここでギブアップはキャプテンニュージャパン。一気にこの天小地が一気にオールトゥギャザーで勝利を飾りました。キャプテンニュージャパン全く我慢することはできませんでした。勝利を獲得したのは天狗地と滋賀健太郎、赤コーナーの3人であります。12月4日に天狗地復活、そ
そしてこの仙台のファンの前で素晴らしいコンビネーションを見せてくれました。さらにそこに仙台一高卒業の志賀健太郎、見事な化学変化を見せて勝利を飾った。試合時間は10分27秒、アナコンダバイスでキャプテンニュージャパンをリングに沈めました。そしてリング上ですが、そのニュージャパンを攻めるキャプテンノアとキャプテンオールジャパン、初合体を見せたキャプテン3人衆ですが、ヒーローになることはできませんでした。今花道を志賀とそして天狗寺が悠々と引き上げていきます。負けたのに勝ち名乗りのキャプテン3人衆。しかしこの3人息は全く合っていませんでしたが、何か一つそのプロレスの懐の深さを我々に見せてくれたかもしれません。アナコンダバイスでギブアップを奪われてしまいましたキャプテンニュージャパン、そしてモハメドヨネ、いや失礼、キャプテンノアとそして浜亮太、あ失礼、キャプテンオールジャパンが今3人引き上げていきました。敗れはしましたが、プロレスの面白みを一つ見せたキャプテン3人衆であります。